こんにちは、ドヨハッピーです。今回の動画はこちら、仮面ライダーエグゼイドのエナジーアイテムチョコ、10個入りで24ボックス、合計240個入り。ふわチョコモナカじゃなくてね、今回はこちらとチョコレートボール、チョコボールのやつですね、あれが当たりがついてます。ということで今回こちら、表開けてみたいと思います。入ってるか入ってないかはもう買った時点で決まってます。さあ、あ、こういうパッケージなんですね。店頭売りでもう小箱から出されたやつは見つけた、見たことあるんで、あ、こうなってるんですね。長細いパッケージです。10袋入りが24ボックス、結構大変そうですね。さあ、もう運命は決まってる、あと入ってるか入ってないかをチェックするのみということで、開けていきたいと思います。まあ、配列も何もあったもんじゃないんですけれども、一応念のためにね、この箱で、あとこっちの箱から、手前のやつからね、順番に開けていきたいと思います。じゃあこのね、ここの点線のところから開けていきます。おお、すごいカラフル長細いですね。でこっちも開けていきましょう。単体のパッケージです。これを開けていきます。でミラクルライダーボックスキャンペーン、ちょっと見えるかな、大当たりシールが入っていたらラッキー入ってるかどうか分かりません。もしね、入ってなかったとしても、まあ、ここのね、応募券で地道に応募していきます。ということで開けましょう。よ、さあ、あー、メダルが、そっか、今回これだ。こんなタイプのがね、チョコレートが入ってます。ちょっと一回段ボールにしまっていきましょう。まずはゲームレベル2、当たりカードですかね、当たりシールか。っていうことはこれ自体がもう当たりって書いてあるやつだと思います、今のところ。なので順番にね、どんどんいきましょう。ダメ、ダメだった。お、エグゼイドのレベル2で、こっちは、あ、レベル1、スナイプエグゼイドブレイブ。チョコレートにはね、当たりが書いてないので、もうカードとシールですね。お、ブレイブのレベル1。おお、チョコレート飛び出すな。あ、エグゼイドスナイプのレベル2。カードもこれいろいろあって面白いですね。絵柄も全部違うんだ。あ、ブレイブのレベル2、そしてブレイブゲームレベル2、はい、エグゼイドのレベル1で、これがエグゼイドのスナイプのレベル1で、ブレイブ、あ、これ全部で何種類あるんだろう、書いてんのかな。全10種だ、全部で10種類って書いてあります。じゃあこれ何種類かコンボはできそう、何種、何セットはコンボはできそうですね。なかなか当たりは出てこないですね。まあそう簡単にはね、出ないと思います。ほい、ダメだ、出ない。お、すごい、裏の絵柄は一緒なんですね。なんか神経衰弱とかで遊べそうな気がする。よし、そしてこっちのボックスいきたいと思います。ダメ、当たりじゃない。こうめくってこう、ね、ちょうどこれが来てる時に、北海道旅行に行ってたもので、ちょっと、ね、ミニプラもこっちもね、ようやく手をつけた感じです。でミニプラに関しては一回ね、外
の部分だけね撮影して、そのまま今ストップしてるような感じですね。おお、あ、もうなんかすでにもうコンプはしてそう。一体でもエグゼイド始まって、今日の時点でもう3話なんですけれども、一体何人出てくるんだろうっていうのはね怖いですね。ベルトに音声が仕込まれてるタイプじゃないから、いくらでもね出しようはあるんですよね。はっ、出てこないな。早くもワンボックス終わりと、出てきません。そしてこっちも出てこないな。まあでもこれあれだな、フワチョコモナカと違って場所取らないからいいですね。ジュオジャチョコもフワチョコも冷蔵庫もパンパンになりますからね。ただまあチョコの塊だから、ちょっと食いすぎね注意しないと鼻血が出てしまいます。お、あっちはねちょっとモナカだったりジュオチョコもねスナック成分が多いんですけど、こっちガンガンにチョコレートの塊だからダメ出てこない。はい、おお、これまだね動画も軽くチェックしたんですけど、当ててる人いないんですよね、うん、まあこれ全部で何名様だ、ここには書いてないのか、あ、カードの裏か、あ、書いてあった、3000名様に当たる。うん、結構狭いもんですね。この狭き門をくぐり抜けるには本当に運がないとダメっちゅうことですね。よし、ダメあれ前回前々回ってそうだよね、そっちで引いたんだよね当たりね。そうなんだよ、そう嬉しくて泣いてたもんね。そうなんだ、あーダメだ、あーもう、あーダメだ。ほっ、出てこない。実は裏に書いてあるとかじゃないのかな、もうこのカードというかシールごと違うのかな、どうなんでしょう。お、出てこない。はい、いやー、ほ、出てこないな。そうね、このねメダルもね欲しいんだけどね、ぶっ飛ばそうでやってないんですよまだ一回も、なんだかんだで。もうやりに行こうとするとね、やっぱり並んで遊んでたりするのでなかなかね手がつけられない状態です。結構あのガチャに設置のゲームってあんまりヒットしている感はないように思えるんですけど、ぶっ飛ばソルに関してはねそれはあんまり見られないですね。結構並んでたり誰かしらずっとやってたりねしてますので、なかなかチャンスが巡ってきてないです。で前列目ラスト、ダメ、うん、はい、あでもチョコレート美味しい、すんげー美味しい、うん、結構美味しいよ、美味しいでも絶対これ食いすぎたら鼻血出るパターンだね。出ない、よ、出ないね、出ないね、おお、あースナイプ、ブレイブ、エグゼイドのまだ3人、あ、4人かゲーム入れて、これがメインのカード、ほっ、ダメだ。そしてそっちは終わり、じゃあこっち開けていい、はい、
ダメだ。おお。そしてそっちは、あーダメだ。ということで前列、1,2,3,4,5,6,7,8 8ボックス、80個開封だ。終了したんですけどまだ出てません。じゃあ続いていきましょう。はい、あれくっついてるよこれ。よし、気持ちいいの。よいしょ、感触がいいよね。出ない。まあそう簡単に当たるもんじゃないっていうのは分かってるからね。よいしょ。ほう、まあフワチョコだってあれだもんね、単品買いして1個目で当てた人とかもねいるから。かといってボックスで買っても当たんない人は当たんないし、ほんと運です。ダメ。ほい、あーお。なんだ違うか。なんだろう、その当たりカードの存在が分かんないからね。これ、大当たりシールだから本当にカードじゃないんだね。見てみたいな。ほ、ダメだ。ダメ。よ、パリッとな。出てこない。出てこないです。はあ。そしてこっちのボックスは終わり。ダメ。よ、こういう大量開封系ってね、こういうパッケージ、まあ住んでる地域だとあのプラゴミっていう扱いなんですけど、ゴミ袋パンパンにこういうパッケージ入ってて、なんだって思われそうな気がしてます。ガチャガチャ大量開封系のね、ガチャガチャも、プラのゴミの日なんで、カプセル大量にゴミ置き場に置いてありますね。お、出てこない。こっちのボックスね。はい、気持ちいい。引っかかんないでズボっていくといいよね。あ、ダメだ。さあ、大当たりさんはいません。大当たりちゃんいません。ダメっすね。どうよっ。はい、ドン。ダメだ、こっちのボックスがない。お、あーダメでした。こっちお手伝いします。手伝い。ういっ、ダメだ。お、お、お、どうした？チョコが飛び出てきた？すごい量のチョコになりそう。ほとんどがこの段ボール丸々チョコの重さですからね。おお。じゃあラストこっち開けますね。せーの。あー。約半分。12ボックス開けた段階で当たりは今のところゼロです。ゼロ。ゼロ。っていうのね、ちょっとね今この下がねすごいことになってるんで、ちょっとお片付けしてまた撮りたいと思います。まあ多分前半戦でここで一旦終了してお片付けして第2ラウンド行きたいと思いますので、すいませんがぜひ後半戦もよろしくお願いします。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。後半戦はね、またすぐにアップすると思いますので、ぜひよろしくお願いします。こんにちは、トイハッピーです。今日